まあ、県立図書館らしい県立図書館を作りたいということで、気軽に利用できるとか、借りて帰って家で読む、そういう図書館ではなく、図書館の中で長く滞在して調査研究型の活動ができるとか、本と親しむことができる、そういう知の広場的な図書館を作っていきたいと。そもそも公共図書館ってどんな存在なのかっていうところで、今まで のそういう静かに本を読む場所みたいなものを、もっと大きいこうコンテキストの中で図書館というのが知的な活動のセンターになるようなね、そういう図書館にしてみたいっていうのがまずあって、知的な活動の時におしゃべりせずに知的な活動をしろなんつったってそれは無理ですよね。だからこの図書館おしゃべり自由、それから活動の時には当然本以外のいろんなものを使うわけで、スマホなんかも使うのも当たり前だと思ったんで、だから写真撮影自由。日本の図書館って静かにしろっていう図書館ですよね。でヨーロッパの図書館は、特に北欧の図書館は、静かにしたい人は部屋に入る、で中は全体に音があるっていう作り方なんです。で私も日本に帰ってきて、そういうことでその館内は話し声とか人が歩き回る音とかキーボードを叩く音があってもいいと、その代わり静かになりたい人が入れる個室とか静粛読書室みたいなものを作る方がいいというのをずっと言ってきました。1960年頃に、ジョン・ボルビーという、自動精神医学者が、アタッチメント理論というのを発表していくわけですね。でそれは赤ちゃんがですね、成長していく時に挑戦のためには、安心基地が必要だという、単純に言うとそういう、理論なんですが、その安心基地ってのは何かというと、赤ちゃんにとってはお母さんの腕の中なわけですね。図書館というそのものが、ある意味では都市におけるその安心基地、という存在ではないかなと。同じ図書館という空間の中で一緒に勉強したり、あるいは本を読んだりしているという姿をこう、共有しながら、なんか自分も頑張ろうという気持ちに なる形のですね、安心基地を作る、あるいは自分の居場所を見つける。その図書館の中に長くいたいとか、あの席も使ってみたい、あの辺に何か面白そうなことがありそうだ、今日はこういう目的で来たのでこの場所に座ろうとか、今日はこういう気分だからここに座ろう、選べる座席、選べる閲覧空間っていうのが必要だと思います。いろんな形態のベンチ、テーブルというものをですね、用意し、また空間的にも眺望が見えるところ、全体が見えるところ、あるいは少し隠れ場的なところですね、そういうものを図書館という空間が用意していく必要があるのではないかと、いろいろ試みたところです。やっぱり今までこうあまり図書館を使ってこなかったような人たちに使ってもらいたいよね。本というのは結構人を選ぶメディアだと思うんですよね。ある程度リテラシーとか意欲がないと接することができないようなメディアで、ただ一回こう本の世界を入った人っていうのは、それを活用してね、いろんなことに役立てることができるわけで、だとすると幸福な本との出会いみたいなものを実現したいなというふうに思いました。この図書館って大きく本のない文化交流エリアっていう、イベントなんかをやるエリアと、それから閲覧エリアっていって本のあるエリアに分かれてるわけですけど、本のある場所で過ごすという居場所だけではなくて、そこで友達と会い議論をする、知的な能力を高め合うというか、サイエンスカフェのように研究者科学者がここでもってお話をしたり、あるいは学会が開かれたり、この知のアリーナとして地域の知的なレベルを上げ、それが産業の振興だとか、さまざま町の活性化につながっていくと。特に今のデジタルな世の中にこうなってきて、本以外で知的なものを伝えるようなね、そういうメディアが登場してきた中で、図書館の役割っていうのも
単に本をこう提供するっていうような場所ではなくて、もうちょっといろんな活動ができるような場所にする。このデジタルの社会においてはどうしてもフェイクニュース的なものが流行ってしまうというところがあって、図書館はそのフェイクニュースに対して信頼できる正確な情報を提供する機関としての役割というのが今後ますます要求されると思います。デジタルの情報を紙の本で確認するメディアリテラシーとかそういうスキルを身につけてもらう場所としての図書館というのが必要だと。公共図書館の場合に子どもからお年寄り、あるいは性差もなく、また障害を持った人も、そういう意味ではこうユニバーサルデザイン、あるいはインクルーシブデザインというのが現代の私たちのこの生活空間の中で非常に大きな課題です。今回のこの図書館では車椅子でスロープでですね、1階から3階までを巡ることができる、回遊することができると、そういう挑戦をしたわけですね。館内が東西南北それぞれに加賀五彩っていうね、伝統的な加賀の色彩の4色を使ってるんですけど、皆さんこう驚かれるのはその本のないエリアから閲覧エリアに入ると本がこう円形にわーっと壁のように本が広がる、すり鉢のようになった円形の空間になるわけですけど、そこのところは従来の図書館の分類じゃなくてテーマごとに分けたんですね。そのテーマも暮らしを広げるとか、それから世界に飛び出すとかっていったですね、全部動詞形なんですね。一人の司書が、一つのテーマを担当して置かれている本の、面白さ、それから分類自体の楽しさみたいなものですよね。入ったところでわあこんなに本があるんだ、本がわっと見えるという迫力は何にも代え難いものだと思います。石川県立の場合には見せる建築と使える図書館とが両立できた最高到達点に行っている一つだというふうに思っています。そういう意味では今後県立図書館は、いくつかこれからも計画されておりますが、石川県立を、一つのモデルとして、ああいうものがあれに習ったようなものがいくつかできてくることを期待したいと。4階の、本の歴史をめぐるっていうね、そういうスペースが一番私はおすすめですね。普通の図書館ではなかなか見られない本というのが4階に置いてあります。言ってみれば知と出会い、知と深め、そういう知の世界を俯瞰するみたいなね、そんなこうイメージで4階は作ってるんですけれども、3階のですね、一番北側のですね、テーブルからこう全体を、俯瞰する、あそこの空間はわりかしこう落ち着けて、私は一番好きな場所ですかね。ですかね。